生き生きとしたピクサーのキャラクターがデザインされた車体、トイストーリーの映画公開25周年を記念したラッピング列車です。九州各県の形をイメージした模様に40のキャラクターが散りばめられ、座席にもデザインされています。初日の今日、一番列車にはおよそ200人が乗り込みました。ずっと楽しみにしてました。大好きなんです、ピクサーが。もう今日めっちゃ気合い入れてきたんで、もうあれです、楽しみです、めちゃくちゃ。人気映画のキャラクターと旅するこの列車は、来年5月中旬まで博多と鹿児島中央の間を走ります。